僕も全盛期の K1 でずっと見てた選手なんで、いや、ほんま生で見れてめっちゃ嬉しいですね。若い木浩二の引退エキシビションマッチということで、本日は長島次元乙雄一郎選手駆けつけてくださいました。現在リング上でスカートを脱ごうとしていますがなかなか脱げないなんか、ね、サイズがアップしちゃったんですかね、やっぱりね、ボディの方の、はい、結構大きいわがままボディに。ただし第1試合若木浩二引退エキシビションマッチは理由を行います。赤コーナー第4代 NKB ミドル級王者新本中職若木浩二、さあ若木浩二その名がコールされた、復活ですね。いやー何年ぶりというか10年ぶりというか十何年ぶりというか、さあそしてこの名がコールされるのも何年ぶりなのか。両者結構顔マジじゃないですか。そうですね、ガチガチなんじゃ。これやるのか、まさかの。あ、これやるんじゃない。ねえ、投げてしまうでしょうね。あ、やるね。おい。サースポーに構えた若い木に対してオーソドックスのジェンオツ雄一郎、はい、おい右復活した若い木、おい右アッパーを突き上げていく長島ジェンオツ雄一郎、固唾を飲んで見守る会場。おい左ミドル赤い木、おっとローキックすかした遅延を打つ雄一郎、うん、大きく右を振る若い木、さあラスト30秒、おお打ち合うのか打ち合うのか、おいおボディ、いいボディ、ね、ガードをしっかり固める若い木浩二、声を振るってパンチを出していく長島選手、おっと左ミドル、このミドルですよね、このミドル、おいおいおい大ミスですよね、若い木選手の左ミドル、第1ラウンド終了です。さあ素晴らしい、すごいですね、素晴らしいエキシビションでした。さあ皆様、長島元気の優勝選手を皆様お願いいたします。ちょっと待ってください若い木トレーナーもう息上がってるんですけど大丈夫ですか、あと2ラウンドあるけど大丈夫ですか、終わりちゃいます、大丈夫ですか、大丈夫ですか、これ明日にした方がいいんじゃないですか、2ラウンド目は明日持ち越しで、そうそう、で明後日に3ラウンド目3ラウンド